どうもみなさんこんにちは <laughs> 今日はサラとジュンのトークショーですイエーイじゃあまず自己紹介ってことでサラさんの方からどうぞ、うん、オッケーと名前はサラですでえ、ずっと生まれた時からマミーがクリスチャンでずっと教会で育ちましたでうんなんだろうな好きなこと は <laughs> えっとうん、子供とか赤ちゃんがすごい好きなんかうん,んかあとはバレーボールとかもう結構好きへあれ知らなかったアウトドア好きめっちゃアウトドア好きだよねよくスキーとか言ってるよねあそう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 ,そうバレーボール好きなんだバレーボール大好き一番スポーツの中で大好きよなんで初めて知るのこれジュン え、わからへん。聞いたことない確かにな。<laughs> 中高のこと全然話してないもんな。そうだね。なんか大学からって感じやったからかな。確かに、確かに,確かに。あ、じゃバレー部だったんだね、うん。あ、そう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 。<ー>バレーだった。でもいそう。バレー部にいそう。ほんにうん。なんかちょっと怖そうなリーダーって感じする。なんで <laughs> <laughs> え、バリ後輩に優しかったね、うちは。<laughs> あー、さら、見た目は怖いけど中身めっちゃ優しいんで。<laughs> 外見イケイケだからねちょっと一瞬近寄りがたいけど <laughs> 中身バリゆるいっていうそうそうそう超関西ピーポーって感じねそうやな確かに、はい、確かに、はい、でそうやな今はあのアメリカ人の旦那と結婚して <laughs> でもうすぐ1年半ぐらいかなやばいです以上, <laughs> 以上社会人ですね 社会人二年嘘三年目です。さすがです。そうなの。オ、okay. ッ <Okay. S 1> じゃあ純の番。じゃあの自己紹介お願いします。はい。ええー、と,と申します。申しますだって。純 <laughs> です。<laughs> 面接やん。<laughs> 最近敬語頑張ってるの。<laughs> あそうか。そう,な <laughs> そうえー、っと私は何超ジャパニーズだけど。 うん、あの一応ハーフでずっと日本に住んできてますって感じで家族みんなクリスチャンで、まあ、こういう YouTube とかあのポッドキャストとかで話したいっていう女子です。えっとサラとはね <laughs> 3年前に会ったもっと前2年前 2> そうやなう 2>, 2年前かそうね、うん、あの教会で会ってでもうすぐ仲良くなって。 話すたびにいつもなんかディープトークみたいなもうい <laughs> 泣いて笑って進学を語って恋愛を語って,ってって感じだからだから今日は私たちの普段のあの電話トークを、まあ、ただ録音してみんなの励ましになったらいいなってことでね 1>、うん、第1回私はまだ大学院生であの心理学を、ねうん、勉強してて。 あのサラも結構メンタルヘルヘスについて興味があるんだよねそう興味があるしママがスクールカウンセラーでその興味あってなんか、うん、自分もいろんな活動ししたりしてますそうねいや、うん、だからまあ今日はここでなんとなくそういうメンタルヘルス的なクリスチャンでありながら、うん、でもやっぱみんなこういうことで悩むよねみたいな感じのことを結構オープンに話して。 行きたいよね行きましょうはいあてかそもそもさなんかうちらが個人的になんでメンタルヘルスに興味、ね、持ったか的なとこから始めよう OK 潤からどうぞはいなんでメンタルヘルスに興味持ったかねうんまあなんか、まあ、語ればいろいろ長くなるけど自分が多分ちっちゃい時から そういういいめっちゃ不安みたいな <laughs> 何でもかんでも怖いっていう、うん、あの考え方の子供だったからうーん,なんか子供らしい生活をしたっていうよりかはいつも何事においても慎重にあの最悪の状態を頭で想定してそれにならないように逆計算してなんかどうすればいいのかみたいなどういう計画を立てればいいのかみたいな感じで。 なんか多分全て不安ベースで行動してた感じなんだよね。でそれがいろいろパニック障害につながったりとかうん、うん、そうだねもちろん,なんか楽しかったけど子供時代、うん、でもそれ振り返るとなんかもうちょっと気楽に生きてもよかったんじゃないかなって思う場面がたくさんあって <laughs>、うん、なんか過剰にその不安だったっていうところで。そうでうん 大学生に入って、まあ、いろんな同じ年齢の子たちとかあの若い子たちとかと話す中であ結構みんな同じなんかちょっと分野は違ってもあのなんか漠然と不安を抱えてたりとか誰にも言えないなんか秘密を抱えてそれに対して恥を感じてたりとか。うん うん、特に私クリスチャンだからなんかクリスチャン業界じゃないけど、うん、クリスチャン世界の中であの話していくと、うん、そうだね口にはしないけど実は蓋を開けるとみんな似たようなことで悩んでるっていうのが分かったから、うん、だったらなんかどうせみんな同じようなこと悩んでて、うん、あの。 葛藤してるんだったらオープンに話してじゃあみんなで解決見つけようよとかみんなで祈り合って、うん、あのそのそメンタルのある意味病気とかっていうのの恥の概念を取り除いて、うん、あの健康になろうよっていう感じの思考がそうだね成長するにつれてだんだん成立していきましたかね。はい <laughs> 結構子どもの頃からにずっともうこのメンタルヘルスのトピックに関してまあ無意識やったかもしらんけどすごいんやろ近い関係にメンタルヘルスと自分がすごい近い関係にあったんやなってめっちゃ思ったわそうだね大きな課題だったね、うん、自分の中で、うん、うん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 いや言うわなるほどうちはなんやろうなああ なんか別に高校の頃までは結構うーんなんか誰かがうちの前に設定したスタンダードとかなんかゴールみたいなまあ別に誰かっていうかもしかしたらそれは自分なのかもしらんけどなんか世間的に一般にいいとされるなんかゴール例えば部活入って3年間続けるとか。 なんか、受験でここの高校大学に,に受験して受かるとかそ,それにすごい、ま、もう続婚してたから続婚何それ <laughs> 初めて聞く日本語そ,そう集中してたからあの続婚って何<ん> <laughs> いいワードが思いつかなかったから擬音を使うっていう。 えそれセルフメイドの言葉 <laughs> えなんてセルフメイド自分で作ったのえかもしれない <laughs> <laughs> なんか日本語あるんかなと思ったけどなかったか <laughs> あ、ま、たあどうぞ,どうぞ<そ>続けてください <laughs> そうそうめっちゃ集中してたって言いたかった <laughs> <laughs> そうだからなんかそんな自分のメンタルヘルスとかもあんま気にしやんかったけど<う>なんか大学に入って別に 誰ももう誰もというかそんな周りがこうしなさいみたいな言うことなくなったしでなんかそっから自分の意思が問われだしてでも何が好きかとか何が嫌いかとかあんまり分からんくて自分の中で、うん、だからなんかすごい生きやりたりばったりなんかその付き合う人とかもどういう人が好きか嫌いかとか。うん わから,んか,ったからなんか本当に行き当たりばったりであーこの人いいんかなみたいな感じで付き合ったりうん、うん、あとはなんかでもそれが結局はすごいトークセックななんていう意うんや日本語で健康じゃない関係になっていったりしてうん、うん、あとはなんだろうななんかすごいずっと。 クリスチャンの環境に置かれてたけど大学に入って改めてなんか自分のクリスチャンのアイデンティティも試されることになったし、うん、ってなってえもう自分は誰みたいな感じに一回なってすごい体もなんか本当に摂食障害みたいになった時期もあって、うん、もう食べられへんみたいな食べたら気持ち悪いし、うん、なんかすごいずっと下痢するしみたいな。うん が続いたりあとはなんかすごいパニックアタックみたいな感じで、うん、心臓バクバクしても電車に乗れませんみたいな、うん、感じにまでなったなあ、うん、でそれをきっかけにあすごい自分のこれって何か身体的な病気じゃないなとなって、うんうん、なんか何回かお医者さん行ったけど別に何も見つからなくて、うん、なんかホルモンのバランスが崩れてますっていうだけ あこれほんまにメンタルのもんやなっていうのに気づいて、うん、そっからすごいそれを周りの人とも話すようになったし、うん、なんかカウンセリングとかもそこから行くようになって、うん、うんっていうのがきっかけかな、うん、自分も実体験やな結構最近なんやねでも <laughs> うんうん大学23年3年生ぐらいかなうん どういうシチュエーションで自分がストレスかとかも分かってきたし、うん、なんかそれに対する対処法も自分で分かってきたから、うん、まあ確かに神様にすごい祈って周りにも祈られて癒されたっていうのも大きいけど最近はまだその時よりは全然マシかな。なんかいろんな資源を活用してカウンセリング行ったりとか。 教会の人にサポートしてもらったりとかクリスチャンとしてやっぱ祈りってすごい大事だしうんいや <Yeah. S 2> うんそんな感じや <laughs> <laughs> そうねなんかほんとさあんま人を自分の気持ちについてとか悩んでることについて話さないけど、うん、なんか一回話すとねあ 自分も例えばうちら共通点なのはちょっとパニック傾向があったりとかさなんか一緒じゃんみたいな感じ、うん、でなんかそれ共有するだけでもちょっとホッとする部分があったりとかなんか前は昔はその昔っていうか大学3年生の時になんかそういうのが起こりだした時は、うん、あこの人に言ったら迷惑かなみたいな、うん、すごい思って。 てしまってたな、なんかわかる。何うん。なんかすごい自分で止めてたな、相談するのを人に。うん,んうん,ん。辛いのに。<laughs> そうそうそう。<laughs> うん。そうだね。なんかうん。逆にさ分かってもらえないかなとか、あの<ー>、うん、弱い人間だと思われちゃう。 なんかあこんなこともできないのとか,なんか例えば電車乗れなくなった時期があったって言ってたけど、うん、なんか自分もバスに乗るのがもう必死な時があって子供の時それを、まあ、相手もさ小学生中学生だから、まあ、理解してもらえないっていうのと、うん、なんかこんな簡単なこともできないのみたいなそんな目線で見られるんじゃないかっていうのが、うん、んか怖かったよね。ううううんうん、うん、うん そうね、はい。<laughs> えっはそれさなんか誰に話してみたん最初あのもううちの親はううのなんていう、まあ、一緒に住んでるから分かるじゃんうん、うん、確かにそうだからまあ親は知ってたけど別にそうだね先生たちでも言わなかったしなんか急にじゅ授業中の気持ち悪くなって。 で保健室とかに行ってとかいうのはあったけど別にそれがパニック障害だったっていうのは伝えてなくてうん,うんそうだね結構全然伝えてなかったのかも大学に入ってから、うん、あの実はみたいな人に友達とかそれこそ自分の YouTube でとか、うん、なんか言うようになったのかな、うん、へえ。うん あの親が知ってたっていうのは大きかったと思うねうん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 、うん、確かにな一番近い人のサポートってすごい大事やもんなそう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 、うん、そうう、ね、んでもでもこの前なんか友達と話してて実はそういう大学の時も私結構大変だったから最初の方は、うん。うん、そういうのあったんだよねって 言ったら「えなんかそうだったの?」って、うん、全然気づかなかったわって言われてへえだからやっぱ本当にあに別に言わないようにしようってうしてたわけじゃないけど、うん、自分の中でやっぱり言わないもんなんだっていうふうに決めつけてたのかもしれないしうううんんんなんか見守ったのはすごいそういうさ 接触障害とか、うん、すごい過剰にワークアウト運動したりするのとか、うんね、やっぱ隠れてやってしまうことが多いんかなって思ってて、うん、なんか確かになんか自分も過食とか拒食とかなったら、まあ、本当家族はまあ見えてしまうから、うん、もう見られてるけどその他の友達とかにはなんか知られたくなかったっていうのはある。うん、かそれで うん、結局話さんなくなってたんやろうなと思うなうちはやっぱどうしても恥っていう概念とつながるよね恥ずかしい、うん、で罪悪感もあるしあるあるそう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 ねなんか罪悪感と恥ってその2つってねほんと強力なんだよもう孤立させるために必要な要素2つう 2> やと思う、うんうん、でもなんかその 2つを2つから解放されるのってやっぱ人にシェアすることなんだよねうんうん、うん、ほんとそれでしか無理やなそのほんまに、うん、あの闇に光を当てるっていうのはほん,ほ,んほんまにそ,それで経験したな自分はそうだね自分の一番嫌なとこに <laughs> その他人を通して何神様に光当ててもらうみたいな、うん すごいハンブリングな経験やけど大事な経験やったなそうだねなんかそこ一回乗り越えるとだいぶ違う前後で全然違うまだ悩むけど重みが違うよね違う違ううんそうねうん確かになんか今まで親以外の人の前で泣くのとかすっごい嫌でなんか教室で 泣いてる子とかも見ても「えなんで泣いてんねやろ?」とか思ってたし昔はな。うん、でだけど自分も一回ほんまにしんどくなって何会って数週間ぐらいやけどすごい仲いい友達とかの前で泣けた時はすごいあなんかに解放されたわってすごく思った。それ泣いたっていうのは自然に泣いたのそれとも辛すぎてその打ち明けて泣いたの 打ち明けてい話してる時もああもう無理やと思ってでもあれは解放の涙やったわほんまに今思ってもなんか私も大学入ってからまあ私あのもともとめっちゃ泣く人間なのね何もかも泣く本当嬉しくても泣くし悲しくても泣くって感じででも大学入ってそのまあ少しずつ多分自分の状況を 話すようになったりとかして、うん、そうだね必ず涙ってつきものだったね、えー、だからもう最初23年しょっちゅう泣いてた <laughs> でもそうあの散歩一人で歩いてる歩くの大好きなんだけど散歩で,でその時にめっちゃ祈るのね、うん、でもなんか祈りながらもうめっちゃ泣いちゃうし散歩しながらも泣いちゃうしうん。うん なんかあの大学時代は涙涙してたけどでもそれがすごい自分の心が癒されるために必要な涙だったし、うん、あれだけ長い間涙がずっと出るってことは、うん、<laughs> 相当な間あの、うん、自分の心が苦しんでたんだなっていうのが、ね、そうや分かったでも涙はすごい浄化作用あるよなある,あるうん。 なんか本当にあの毒素出るらしいよ。<laughs> あ、そうなん、体の。聞い、うん、たことがある。<laughs> <laughs> じゃあめちゃめちゃ毒素だじゃない。<laughs> めっちゃ毒入ってたので、ね <laughs> <laughs>。いいことやいいこと。そうね。いや。<ー>でもそのさらに接触障害に悩んでたって言ってたけど、うん、あのアメリカだと結構みんな接触障害。うん の知識あったりとか、うん、なんか私もそうだよ、うん、私もそうだよって結構言う確<か>にけど、ねうん、日本だと全然摂食障害って病院で聞くような名前だし、うん、なんか私実は摂食障害でねってカジュアルに言わない、うん、だから多分そもそも知識がない人も多いんじゃないかなってすごい思うんだけどうんわかる、うん、なんとなく枠としては2つあるよね。 うんそうやね一つは食べないそうやねん多いと思うそうやね全く食べないでも日本人そっちあでも分かんないなそれはでもさめっちゃダイエットダイエットダイエットで今日はサラダしか食べませんとかさたくさんいるよねうんるおるなんか確かに摂食障害の中でもレベルっていうのはあると思うしほんまにすごい 全く食べへん人とでもそれってあんまり少ないのかなって思っててどちらかっていうとほんとさっき言ってたみたいにカロリー計算ひたすらするとか、うん、で、サラダ食べたけどまあそれが罪悪感あって、うん、めちゃめちゃその後にワークアウト、うん、運動するとかそっちの傾向の人の方が多分みんなの周りにも1人ぐらいはおるんちゃうかなって思うてて。うん 自分も1回そんな感じやったしあとは、えー、とめっちゃ食べちゃって吐くとか、うん、まあ下剤を飲むとか出すみたいな、ねうん、なんか多分その2パターンだと思うんだけどだからその病名がつくまでじゃなくても、うん、なんか結構あの基準ってあるんだよねやっぱ病名診断するためには基準があってあの BMI とか。 あそこで一回基準を作ったりとか<ー>あの、まあ、何キロもそうだし、うん、あとどれくらいその吐いたりするか月に何回以上とかなん,なんか決まってて<ー>やっぱそうしないとさ診断ってつけれないからだけどあ,あと生理が来ないとか月経がないとかさ、うんうん、そういうのあるけどでもなんかもうちょっと視野を広げると。 なんか誰しもがそういう摂食障害っていうか食事との関係性において、うん、また自分のボディイメージ、うん、自分が自分を鏡で見るときの思考っていうのに、うん、誰しもが何かあの障害とは、ま、障害までとは言わなくても、うん、なんかちょっと不健康な見方、うん、そうそうそう不健康な見方があるんじゃないかなって思うよね。 でもすごいやっぱ今の時代、まあ、どこの国にも置いてるかもしれへんけど日本とか特にさ小さければまた細ければ細いほどいいっていう概念がそこら中にあると思うんよな<当>もう小さい時から。本当本当でなんか、まあ、それってもう今だったらソーシャルメディアとかもそうだし、うん、まあそれによってそのなんか女子の中の会話とかもしかしたら男子からの声とかで。うん 小さい人の方が可愛い細い人の方が綺麗みたいな、うん、がいっぱいそういう何やろうな声ネガティブな声がすごいいっぱいあって、うん、影響されやすい環境にはあるんやなってすごい思ういやほんとそうね、うん、なんか自分の記憶の中で一番最初に、うん、あ自分太いなって思ったのが、うん、多分小学校もう3年生とか。 だったと思うあそうそなんや、うん、なんかか水泳とかでさやっぱ私<ー>外人の血も入ってるから、ね、やっぱ大きかったんだよね<ー>もともと。ででもその小学校3年生ぐらいの若い女の子の思考に、うん、もう他の女の子と自分の女の子の体型を比較するそれがもう埋め込まれてたっていうか、うん、そ,うそういうのがあったんだなって、うん、あで比較して自分あ太いなっていう。うん うんうん、そうだね思ったのは覚えてるうんうんうんあの鏡見た時に最初にどこ見るって人に聞きたい、うん、ああどこ見てるやろうなうんでも最近んか確かにな前はすごいなんやろ足とか見てたけど、うん、なんか最近は えもう何え髪の毛やばいなみたいな <laughs> そういう感じに映ったかもしれん今日の寝癖やばいわ鳥の巣できてるわぐらいかな最近は <laughs> それは笑った<笑><笑>うんまあでも確かにうんそうやな、うん、最近はそう最近は鳥の巣鳥の巣なんだね <laughs> <laughs> でも確かに私はそうそうあーでもなんだろうねでもやっぱ自分の中でこの足が太いっていう多分ずーっとそれがもう当たり前のように、うん、あの概念として頭の中にあるからパッと見るとやっぱ足かなそれすごいなんかディープなあれやな質問うん今思ったらすごいなんかそう自分の中のすごいインセキュリティーいや とかが目に見えるようなそうだねうん確かにめっちゃなんか常に何を考えてるか無意識でも、うん、それが見えると思うんだよ鏡を見る時ってだから、うん、確かにそのあ自分ブスだなとか自分見にくいなとか、うん、なんかそこまで行ってなくてもまず目につくとこが、うん、多分自分のあ 思考の大部分を占めてる、うん、時点で誰しもがあ,のある程度のスペクトラムがあっても摂食障害の位置に入るんじゃないかなって、うん、でその気になるとこをなんとか自分の力でコントロールしたいってなると食との関係が不健康になっていくそれともあの過剰運動とかとの関係で不健康になっていくんじゃないかなって思うね。うんうん 確かになにや,やろう強食障害とか摂食障害ってどう解決していったらいいんかな、うん、って思うそんか、まあ、クリスチャンとしてすごく思うのは、うんうん、今超シンプルな答えだと「神様を見つめ続ける」うん、で自分の思考の、うん「うん。 できれば100でも地上に生きてる限り大変だから大部分を神様のことで埋めるすごく大事だと思うそうすると自然と自分がちっちゃくなるんだよね自分,そう自分がどう見えてるのか自分があどう評価されてるのかっていうのがだんだん消えてくんじゃないかなって思うけどそのプラクティカルの面で。 どういうふうに摂食障害から回復していくかっていうのはどうでしょうね、うん、程度にもよると思うどんぐらい深刻なのかっていうの確かにね、うん、なんかでもうちの友人とかは本当ににんかそれでだんだん他のところに影響出てくるって言っててなんか寝られへんくなったり、うん、それこそさっき淳が言ってたみたいに生理が来なくなったりするから、うんうん、もう身体的な影響が出てきたら、うん、あの。 もちろん病院とか、うん、カウンセリングとかプロフェッショナルなカウンセリングとかに行って解決するのはすごい大事やなとは思う、うん、自分はも確かにそこまで行ってないけどどこか,か頭の片隅にあるっていう人が大部分やと思うから、うんうん、なるな本当うちがやったのはすごいなんか自分の中のなんか健康なリミットを見つけるっていうか。うん それは健康なリミットとはな、うん何やろあのワークアウトとかでも前とか七キロぐらい走っててんやん<ー>マジ教食障害絶頂の時やば私私七キロなんか走ってことないよ人生で <laughs> <laughs> 足取れるかと思ったね <laughs> やーばーすごいなそう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 ん 今思ったらすごいやばいなと思うし、うん、そんななんかうち走れるような人間じゃないからああそうなんだねそ,んそういう人が7キロ走ってたって思ったらやばいなって思うけど、うんうん、なんかでもやっぱ健康のための運動ってすごい必要やなって思ってて、うん、人間誰しも、うん、でだからそのリミットが、まあ、うちの中ではまあ大体2キロぐらいやねやんか走んのでも、うんうん、だからなんかそれ そういうのをどんどん見つけていくっていうのもいいなと思う、うんね、現実的なゴールっていうかその数字上のねうんあとんかパーフェクトなボディーなんじゃなくて、うん、なんか健康なボディーのために運動するっていうマインドセットもすごい大事やなって思った <Yeah. S 1> 確かにうんそうだね やっぱメディアに影響されると思うけど、うん、やっぱ自分の中で理想像ってあるじゃん、うん、自分のあるあるでもそれっていやすごく偶像なんだなって思うなんか自分神様以外のものをある意味礼拝してるその、うん、そのボディイメージに執着してるじゃん自分の時間も捧げてるエネルギーも捧げてる 思考も捧げてるお金も捧げてるっていうとこで、うん、本当に礼拝してるんだよねだからその礼拝対象を自分のボディイメージをその王座から下ろして、うん、もう一回委ねるある意味外在化できたらいいよね自分の問題をだからそのボディイメージを一回外に出して客観視して、うん、もうあなたには。 使えませんってもうあなたにはこれだけのエネルギーを注ぎませんって、うん、さよならって言ってその王座に神様をもう一回招き入れる、うん、であなたに全てのフォーカスと時間とお金とエネルギーを注ぎたいですってやっぱそれって日々の決断だと思うんだよね朝起きて最初に何を考えてるかっていうところでだからこれマジ自分に語ってるけど本当そうだなと思って。 うん、<Yeah. S 1> いや本当そうやな、うん、うん、あとはそうやってなんか理想像を作らないためにもんやろソーシャルメディア一回やめたりするのも大事やなと思うし、うんうん、なんかそういうまあ日々みんなバそういう思考とバトルしてると思うけど、うん、そういう生き方はしなくていいっていうチョイスは与えられてるやんど、うん、ちらって。 神様かか、ら、なんか <Yeah. S 1> もちろんねこの地上に生きてる間はいろんな誘惑とかいろんなバトルがあるけど <Yeah. S 1> それあったとしてもそういう生き方はせんでいいっていうチョイスはあると思うからなんか、うん、そういう人で自分 <laughs> 何やろう同じ思考を持った人と。<laughs> <laughs> 生きていくのは大事やし、逆にそういう生き方してる人とは結構ディスタンスを置くのも大事やなって。そうだね。うん。うん。うん、なんかやっぱ。すごい巨食障害って。まあ、ある意味感染、感染っていう、うん、なんていうの。の、うん、広がる伝染するから。<laughs> そう<こ>、も含めて。<laughs> そう、そう、そう、そう <laughs>。いや。そう、ね。だから、なんか、うん。ある意味、健康な生き方。をしてる。うん 人とと交わるってすごい大事やなと思うスピリチュアリーの神様にフォーカス当ててる人と <Yeah. S 2> あの時間一緒に過ごすのも大事やなってすごい思ったいや、yeah, 本当そうあとやっぱ比較するって大きなファクターなんだよね接触障害にやっぱ自分と誰かを比較するっていうところだから SNS を一回あえて消すとかっていうのはすごく大事だと思うし うん、いやね比較する時間が減ると多分だいぶ他のことに考えが移ると思うえほんまそうやな、うん、そう <laughs> 確かにね、うんうんうん、うあとなんかすごくここで言いたいなと思ったのがこの世界この世の中って、うんうん、自分を愛そうっていうメッセージをすごく送るのねでフルフラブな そうで確かに大事だと思うし聖書も自分を愛するように他人を愛しなさいっていうとこで、うん、あのそうねなんかこの世が送ってるメッセージと聖書が送ってるメッセージって同じ言葉使ってても、うん、どこかファインラインでちょっと違ってて、うん、自分を愛そうってこの世のメッセージが送る時って本当に自分中心なの。 自分が気持ちよければよし自分が、うん、あの楽しければよしっていうとこでそれが究極進んでっちゃうとあの自分がさっき言ったみたいに自分が神様になっちゃう、うん本うん、自分をが自分を礼拝するようになってしまうでそこに行っちゃうと本当にありとあらゆる罪が。 摂食障害だけ摂食、まあ、障害罪って言ってるわけじゃなくてその、うん、罪の結果か、うん、そのいろんな不健康なことが出てくるんだよね、うん、でもそうじゃなくてやっぱ神様を中心にした生き方にすると、うん、神様が私を愛してくれてる神様を私が愛する、うん、その愛の関係の中で私は自分を愛せるど、うん、こに行くと その結果は健康的な生き方なんだとすごく思うからうこの世が送るメッセージに本当に気をつけてほしいなって思うし、うん、それに唯一勝てる方法っていうのは見言葉で自分の心を埋めることなんだよね日々見言葉で自分の頭を埋める <laughs>、うん、<laughs> ことだと思う、うん、確かにそうなんかその確かにセルフラブって この世の中が送ってくる、送ってくるセルフラブ。送ってくれる。<laughs> <laughs> パッケージでね、綺麗に、ボン<う>リボンつけて <laughs>。そう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 。<laughs> 送ってくる、セルフラブ、ほんまに自己中心やけど、なんか。やっぱ。なるほどな、その自己中心から来る愛って。感じられへんと思ってて、うん、クリスチャン、クリスチャンじゃなくても。うん、なんかやっぱ、どっかエンプティーやん。<Yeah. S 2> だから、なんか。 そ,れまあ、そもそもセルフラブを埋める愛が、うん、自分の中にはない、うん、人の中にはないのかなってすごい思って、うん、なんか神様の愛があるからこそ自分を愛せて <Yeah. S 2> でそこからまた他人も愛せるっていう順番ってすごい大事やなって思うそうだねなんかやっぱりどこかエンプティーやなその、うん、虚しくなるし、うん うん、結局はそれって自分、うん、自分を愛すってなんやろって思ってくるし、うん、なんかさ聖書にはさあの「You love me because I loved you first」うん、って書いてるや <Yeah. S 1> あのなんて言うのか日本語でえっとえ, <laughs> た <laughs> 私えっ私、と、あなたが私を最初に愛したのではなく私があなたを最初に愛したの。 っていうあそう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 それがまさにあの神様の愛があったからこそ自分を愛せるようになったっていういあの証拠やなってうん、うん、すごく自分は感じてます。で本当に一回神様がどのように自分を見てるのかっていうその愛を心の奥だよねその頭だけじゃなくて自分の存在そのもので感じる。うんうん 時に、うんうん、あ神様が目的を持ってこの体を作ってくれた神様がちゃんとデザインしてお母さんの体内の中で自分を組み立ててくれたって詩篇1 3十級にあるけど、うん、そこの重要性と自分の唯一無二の存在の貴重性を。 感じ取って味わうことができたら、うん、本んの意味で自分の体の形、うん、自分の、うん、生活を喜べると思うい。で「見てこんな私綺麗でしょ」じゃなくて「うん、見て神様になる神様がなさったこと」っていう。 うん全部神様に向くと思う確かにそれってもう見た目だけじゃなくてさ、うん、なんかうちらの成功も失敗もすべてよなって思う<や>、うん、なんかこん例えばやけどこんな,になに大学に合格できたこともとか、うんうん、なんか、うん、今ある生活があるのもとかすべて本当神様 のの恵みのおかげんんいや嫌なってすごく思う本当そう本当そうそうだねうん、うん、だからそのこの話の一番最初に人にシェアすることが大事恥と罪悪感からの解放として大事って言ってたけど、うん、やっぱその何よりも前に神様に正直になること、うん、神様の愛を信頼して絶対怒る方ではないってことを信頼して。うんうん 神様私はこんなことで悩んでましてちょっと食べ過ぎちゃうんですって、うん、食,べ食べないんですとか、うん、吐,き吐いちゃうんですとかもう何でもこんな考えをしちゃうんですって、うん、全部神様の前に出す出した時に、うん、次に人に言えるっていうステップに進むと思うし、うん、だから、うん、結構ねハードル高いと思うの恥と罪悪感を感じてる中で人に言うのって。 だから、うん、言わないと言わないと言わないとって思って言うんじゃなくて、うん、本当に神様の愛を吸収する時間を一人一人受け取ってほしいまず初め、うん、確かにで自然にタイミングが来たら人に言えるようになるからだし何か神様もその祈ってるのを知ってるから、うん、一番良いタイミングでその一番良い人、うん いや話し相手っていうのを自分のもとに用意してくれると信じてる本当そう、うん、皆さんに一言メッセージどうぞ <laughs> 今のメッセージみたいだった感じで言メッセージ <laughs> 感じだったけど <laughs> あまあ本当になんかにうちらがこのポッドキャスト始めたのも、うん、一人一人が本当神様のマスターピース<や>本当に特別な計画で、うん、あ,なあなたあなた あのみ,んみんな一人一人を <laughs>、うん、そうそうあの一人一人別にユニークに作られて、うん、ほんまに大切に思ってるっていうのを感じてほしくて始めたホッ、うん、<laughs> トキャストだからなんかこういう会話聞いてなん,かなんか霊的な目が開かれたらいいなってすごい、うん 祈ってまなんか、うん、神様が作ってくれた目的の中で自由に喜んで生きてほしいね。うん、そうね。ナイス。<laughs> では <laughs> 次のポッドキャストでお会いしましょう。お会いしましょう。